はいどうも、ミニマリストのたけるです。本日もゆるくお話をしていきますので、ぜひながら聞きでラジオ感覚で聞いてください。今日の動画のテーマは、貯蓄に差がつく手放すべきアイテム20選をご紹介したいと思います。この動画をご覧いただいている方の中には、貯金したいけどお金がなかなかたまらないとか、あらゆる節約をしているけども貯金がなかなかできないと悩んでいる方もきっといらっしゃると思います。それはもしかしたら物の持ちすぎが原因かもしれません。そこで今回の動画では、貯蓄に差が出る手放すべきものを1本の動画にまとめてみました。今回の動画を最後までご覧いただくメリットとしては大きく2つございます。一つは、手放すことで貯金貯蓄が劇的に増えるものを学べます。そしてもう一つ、二つ目がですね、メリットは片付けがはかどり、お部屋もスッキリするはずです。で、今回の動画もですね、実際に僕自身が実践してとても有効だと思っている行動のみ挙げています。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速本題に参りましょう。まず一つ目は、物を所有するための家賃ですね。皆さんのお宅では物の所有のためにどれだけの面積を使っていますか？例えば 1LDK の間取りで50平米、家賃10万円にお住まいの人がいたとします。で、家具家電とかクローゼットの洋服とか靴や食材、調理器具や寝具、仕事道具、本棚、コレクションなどなど、物に所有されている面積が合計で仮に25平米埋まっていたと仮定します。そうするとですね、もともとお家賃が10万円のところ、50平米のうちの25平米が物で埋まっているわけなので、物に対しては月々5万円払っていることになるわけですよね。で、そうなるとですね、時給1000円の人であれば50時間分の労働を、月収20万円、労働日数20日の会社員であれば5日分の労働に値する金額になります。つまりですね、物を減らせば、皆さんのご家庭の床面積があると思うんですけども、そのうちの物の面積をどん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 減らしていけば、物の所有のためにお家賃を支払わずに済みます。例えば以前の僕たちであればですね、まあ、今子供が1人いますけど、以前僕自身、僕たち夫婦2人暮らしで 1LDK の35平米の家に広々住めていたりとか、例えば僕たち夫婦以外のミニマリスト夫婦であれば、まあ、これは強者なんですけど、1K 10畳に2人暮らししているミニマリストさんとかもいますね。これはやっぱり物を減らして、その物の所有のためにお家賃を払わなくなったから、たとえ手狭な、一般的には手狭な間取りだとしても広々住めるっていう風になるわけです。当然物を所有すればするほどね、お家賃高くなってしまいますので、物のために家賃を払うか、そうでないかによって貯蓄に大きな差ができてきます。結論ですね、お金を貯めたいなら物を所有するためのお家賃にお金を払うのをやめていただいて、お部屋を片付けて物を減らし、コンパクトな家に引っ越せば間違いなくお金は貯まります。続いて2つ目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの2つ目は、お部屋をすっきり見せるための収納の数々ですね。片付けに興味がある人ならば、誰しもが収納によってお部屋をすっきりさせようと試みた人はきっといらっしゃると思います。でもその収納にもお金は少なからずかかっておりますので、当然ながら収納が増えれば増えるほど、皆さんのあなたの資産は減ってしまうわけです。さらに言えば、収納が増えれば増えるほど物の占める面積も増えるので、まあ、先ほどにも申し上げたように、お家賃にもお金がかかってしまいます。物の所有のために家賃にかけざるを得ない状況になってしまいますね。つまり固定費も上乗せされてしまうわけです。結論ですね、収納を増やさないことが一番の節約です。できるだけ収納を増やさなくても済むように、不要なものを処分していきましょう。日々使わないものをしまっている収納ほど無駄なものはありません。それでは3つ目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの3つ目は、大量の服を吊るすハンガーですね。これも収納と同じ原理で、洋服が増えれば増えるほどハンガーも必然的に増えてしまいます。ハンガーもね、ただではないので、服やハンガーが増えれば増えるほど、皆さんのあなた自身の資産は減っていきます。
そして服が50着、100着と増えていけば、それなりの収納面積が必要になるので、これまた家賃もどんどんね、上がってしまうわけです。必要なその洋服をしまう、まあ、そのクローゼット、広いクローゼットを確保するために引っ越ししなければいけないとか、まあ、その引っ越しするってなった時にいろんな物件をね、内覧すると思うんですけども、いや、このクローゼットの広さだと、まあ、今自分が持ってる服しまえないから、ちょっとこの物件なしだなっていうふうになっちゃいますよね。まあ、つまりですね、そのミニマリストのようにとまでいかなくても、洋服を最小限に抑えることができれば、服やハンガーにかかるお金が抑えられるので、かなり節約になります。まあ、僕なんかは服にあんまり興味がないので、もうユニクロの服を着て、もう年間10着ちょいで収めているんですけども、まあ、買う頻度もですね、まあ、数年に1回とか、まあ、1年に1回あるかないかぐらいの頻度で買い替えてます。で、ハンガーもめったに買わないので、とかもう今あるもので全然十分だし、増やそうっていう意識もないから、むしろ洋服増やしたくないし、だから我が家のというか僕自身の被服費はかなり低支出なんですよね。結論、洋服が大好きな人も必要最低限のお気に入りの服だけ持つように心がけていただければお金も貯まりやすくなりますので、より自分好みの洋服にお金をかけやすくなるはずです。続いて4つ目ですね、貯蓄に差がつく手放すべきもの4つ目は、ほぼ使わない来客用品ですね。例えば食器やコップ、寝具、スリッパなどです。皆さんのご家庭で来客用品が収納を圧迫していませんでしょうか。普段暮らすのは皆さんご自身ですよね。もちろんお客様をしっかりもてなすことも大事なんですけども、普段そのお部屋で、その家で暮らす皆さんご自身のその生活が窮屈になってしまい、かつ収納代やお家賃にお金がかかり、生活が苦しくなってしまっては本末転倒だと思います。結論ですね、来客用も必要最低限にしましょう。うちの場合はどうお客様をもてなしたいのかっていうのを考えて、まあ、最近ですね、まあ、お客さんというかお友達も来るようになったので、まあ、コップですね、飲み物のコップを2つだけ購入して、で食器はもし必要であれば普段僕たち夫婦が使っているものを使用しようというふうに決めて、必要以上に持たないようにしています。そして寝具やスリッパは必要ないので、もううちにはないですね。ぜひ参考にしてみてください。それでは5つ目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの5つ目は、お得に見せかけて支出が増えているポイントカード、会員カードですね。節約で大きな罠にはまる人がやりがちなポイ活ですが、ポイントを貯めたいがために支出が増えていませんか。今一度ね、ちょっと確認してみてください。どうせポイントが貯まるしと思って適当に買い物をしていると、ポイントは貯まっても手元の現金資産は残らなくなります。減ってしまいます。僕も昔よくやっていたのが、文具や雑貨、スーパー、薬局などの買い物で、まあ、ポイントが貯まるから少し多めに買っておこうとか、まあ、そんな買い物をしていました。だから当然ポイントは貯まるんだけど、現金、手持ちの現金とか資産とか貯金は減っている状況ですね。支出が増えてしまって、でそこから、まあ、それは大昔の話なんですけども、まあ、そこから僕自身は反省して買い物の仕方を改めた結果、もうポイントは貯めるよりも買わないことが一番の節約だと実感できたので、そこに気づけたので、ぜひ皆さんもね、買い物の際は気をつけるようにしてください。それでは6つ目です。貯蓄に差がつく手放すべきもの6つ目は、NHK 台で支出が出ていくテレビですね。皆さんはテレビを目的を持って見ていますか？結構ね、僕自身日本全国のいろんなミニマリストさんにインタビューすると、結構ながらでテレビをつけたりとか、もう帰ったらすぐつけるみたいな、その目的を持って見てない方が多かったんですよね。以前の僕もですね、ただなんとなくとか暇だからとか音がないと寂しいからっていう理由で、その明確な目的なしにテレビをつけていたので、まあ無駄に NHK で払ってたなというふうに思います。なんならテレビの購入代とかもね、もったいなかったなと思いますけど、結局ですね、テレビを見ずに別のこと、例えば読書とか自己投資とかに当てた方が僕自身はいいと判断して、そこからね、大きく生活が
僕の人生がいい方向に変わっていったので、まあ、今思えば早くねテレビなし生活をすればよかったなというふうに思っています。もちろんご家庭によっては、まあ、それこそお子さんがいらっしゃるご家庭とかはですねテレビが必須なパターンもあるかと思いますので、無理はせず手放せる場合はですね NHK 代の節約にもなりますので、ぜひ手放せる方は手放してみてください。それでは7つ目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの、7つ目は意外に手放すと節約になる自動車ですね。これも僕自身が車を手放して大きな節約を感じました。節約効果を感じましたね。まあ具体的には駐車場代もそうですし、自動車税だったりとか、あと車検代も浮いたし、ガソリン代もなくなったし、タイヤ交換もなくなったし、あとはタイヤがねパンクしたりとかしたりすると、まあかかってくる修理代だったりとか、あとは車の買い替え代ですね、購入費とかも、車を所有しなくなったことによって、愛知から東京に引っ越してきたことによってそれらの費用がなくなって、かなり節約になってよかったなというふうに実感しています。で、当然ながら地域によっては車が必須のご家庭もあるかと思いますが、節約重視で貯蓄していきたい方はですね、たとえ家賃を上げたとしても車を手放した方が、その都心に引っ越して、ね、家賃が上がったとしても、まあ、アクセスのいいところに住んで、例えば基本電車移動とか自転車移動とか、徒歩移動とかにすれば車を手放した方がむしろ節約になることもございますので、その固定観念にとらわれずにね、地方に住んでるからといって車が絶対必須っていうわけではない人とかもきっといらっしゃると思いますので、ぜひね参考にしてみてください。まあ、この動画を機にですね、ちょっとアクセスのいいところに引っ越して多少家賃上げても車を手放した方が節約になるというふうにお考えになられた方はですね、手放すのがいいと思います。では続いて8つ目ですね、貯蓄に差がつく手放すべきもの、8つ目はストレスと汚れの原因になるラグマットですね。皆さんのお部屋は今綺麗でしょうか、ね、もしかしたらギクッてした方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、もしかしたら皆さんのお部屋が汚れやすいのはラグやマットがあるからかもしれません。布系はですね、埃の原因になりますし、汚れやゴミが吸い取りにくい、汚れとかゴミが取りにくいですので、どんどん溜まっていきます。そうなるとですね、当然ながらコロコロとか掃除機、あとラグマットをきれいにするためのクイックルワイパーなど必要な掃除グッズも増えていくんですよね。そうなると当然出費、支出も増えていきます。皆さんのご家庭ではどうでしょうか。さらにですね、そのラグマットの取りきれないゴミ、汚れはどんどん溜まっていきますので、そんなお部屋に対してストレスを感じてしまうわけです。まあ、もやもやしたりとか、なんかお部屋でちょっと休まらないとかね、疲れが取れないっていう風になってしまうわけです。で、当然その疲労とかストレスが溜まってしまえば、そんな暮らしをずっと続けていれば、当然ストレス発散にお金を使いたくなります。人によっては食欲、食にお金をかけちゃったりとか、人によっては物欲に逃げたりする方もいますね。物を買うことによってストレス発散になるっていう方もきっといらっしゃると思います。つまりですね、汚れたお部屋に住むことは無意識のうちに、本人は無自覚のうちに支出を押し上げていきますので要注意です。だから結論、お部屋を片付けましょうっていうことなんですけども、まあ、そもそもの汚れとストレスの原因になっているラグとかマット、特に布系ですね、まあ、プラスアルファで言えば紙系もそうですね、まあ、そういったものを極力減らすとですね、スペースもすっきりしますし、ほこりとかゴミが、出にくい家になり、さらには汚れもね、蓄積されにくくなっていきますので、ぜひもう今日からですね、掃除片付け整理整頓を心がけてみてください。そして片付けた上で汚れてる場所があればね、まあ、今日やるのは難しいかもしれないですけども、まあ、一歩ずつですね、着実に一箇所ずつできるところから掃除して汚れを取っていくっていうのも大事だと思います。続いて9つ目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの、9つ目は見栄と承認欲求を満たすためのブランド品ですね。昔の僕はこういう買い物をしたことがあります。ただですね、いろいろその幸福とか幸せに関する勉強をめちゃくちゃやってた時期があって、まあ、そこから学んだことはですね、まあ、そういった物欲とか承認欲求を満たすだけの買い物では幸せになれないということです。で、理由としては大きく4つあって、
まず一つ目は、まあ、そのブランド品とか物欲を満たす、身を満たすっていうのは、そのドーパミン的な幸福なので、その喜びとか興奮って一時的なんですよね。もうすぐに落ち着いちゃうと。で、二つ目の理由としては、またもっともっと欲しいっていう風になってしまって、その欲望にはキリがないからですね、同じような刺激は浴びてしまって、もっと強い刺激が欲しくなるので、まあ、具体的に言えばもっと高いブランドものが欲しかったりとか、例えばもっと大きなものが欲しかったりとか、もっと見栄えのいいものが欲しくなるわけです。で、キリがないから幸せにはなれないと。で、三つ目の理由としては、他人と比較競争しやすいので、もちろん優越感に浸れることもあるんでしょうが、でも一方でですね、もう上には上がいるから、もうすぐに不幸になるわけですよ。心が貧しくなるから、それもよろしくないですよと。そういうもので心を満たそうとしても幸せにはなれませんと。で、最後4つ目の理由としては、物質的な豊かさはそこまで幸福度に影響しないっていうことが分かっています。むしろ大事なのは、その物っていうその物質的なものよりも、まあ、経験だったり人間関係だったり、まあ、成長だったりとか、まあ、そういったところの方が大きいわけですよね。プラス、まあ、その仕事にやりがいを感じているかとか、健康状態とかの方が物質的な豊かさにもめちゃくちゃ重要なわけです。結論ですね、見栄と承認欲求を満たすだけの買い物はお金も心の豊かさも失います。買うのは個人のもちろん自由なんですけども、お金を貯める、豊かで幸せな生活を送ることを考えたら贅沢品だということです。続いて10個目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの10個目は、むしろ生活感が出てしまうインテリア雑貨や置物ですね。多分ほぼ 99% の人は自分のお部屋をおしゃれにしたい、おしゃれで綺麗なお部屋に住みたいと思っているはずです。ただそう思っている半分以上の方が間違った方法で買い物をしてしまってるんですよね。それがインテリアや雑貨、置物の増やしすぎ問題です。僕のチャンネルでは繰り返し言ってきたことですが、物が少ない部屋が一番おしゃれに見えます。余計なものを置かない、シンプルで洗練された空間がおしゃれに見えるのは言うまでもないですよね。例えば居心地のいい空間の代表例として、ホテルや旅館、美術館、カフェといったところでしょうか。もう余計なものを買わない、持たない、置かない、飾らない、これこそがお部屋をきれいに保ちつつ節約になる方法です。むしろ生活感が出てしまうインテリア雑貨や置物は極力手放してみましょう。そして11個目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきアイテム11個目は、用途別に買っている洗剤、そして掃除グッズですね。例えばお風呂用とかトイレ用とかキッチン用というふうに場所別に掃除洗剤、掃除グッズ分けていませんでしょうか。その上ですね、さらにコロコロとかクイックルワイパーとか、掃除機とかスポンジハイターとかメラニンスポンジとかゴム手袋とかほうきとか、もう無限にありますよね、その掃除系のグッズとか洗剤系って。で、当然その先ほども言ったように、物が増えれば増えるほどゴミも出やすいし、どんどんやらなければいけないタスク、掃除の箇所、まあ、掃除の場所だったりとか掃除の時間もかかってくるから、もうどんどんその掃除に、なんなら家事に手が回らなくなり、汚れがどんどん溜まっていきます。で、結果的に掃除グッズが増えていくのはもうお部屋あるあるなんですよね。つまりそれだけ多くの掃除グッズを持つということは、支出が上がってお金が出ていき、皆さんの資産を減らしてしまっていることを意味します。皆さんの家には実際どれだけの掃除グッズ、洗剤があるでしょうか。そしてどれだけそれらの洗剤とか掃除グッズのストックを溜め込んでいますでしょうか。で、そんな生活を10年、20年、30年と死ぬまで続けていたら、もうどんだけ大きな金額になるのか、結構すごいことになると思います。もう塵も積もればでね、きっと10万、下手すると100万に達する人とかもね、まあ、そういうご家庭もあるかと思います。結論、まあ、先ほどにも申し上げたように、物を減らせば掃除グッズが格段に減ります。部屋はきれいになり、お金もかかりにくくなりますので、まずは不要な物の見直しから始めて、掃除グッズも洗剤も必要最低限に抑えましょう。
続いて12個目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの12個目は、心配性がゆえに支出が増えてしまった大量のストックですね。皆さんの家にはどれだけのストックがあるでしょうか。どれだけのストックを溜め込んでいるでしょうか。不安や心配で買いすぎていませんでしょうか。当然ながらですね、皆さんがストックをした分だけ支出が増えて、そして資産が減っています。そして衝撃的な事実はですね、皆さんが一生懸命買いだめたストックの中には、買ったっきり使われないままのものが絶対にあるということです。一度ね、ぜひ確認してみてください。皆さんのお家にあるストックの中で、まさか半年とか1年以上使わなかったストックはまさかないですよね。結論ですね、ストックを買いだめする生活習慣は支出を増やし、資産が増えにくい家計体質を作ってしまいます。だから多くのミニマリストさんはストックを一つまでと決めたりとか、なくなりかけたら買うとか、なくなってから買うっていう買い物習慣にしていますので、ぜひ皆さんもそれを参考に実践してみてほしいなと思います。では続いて13個目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの13個目は、年に数回使うかどうかの調味料や食材、レトルト食品、冷凍食品ですね。これもストックと同様、ほとんど使うことのない食材や調味料を買えば買うほど支出が増え、資産が減ることになります。さて、皆さんのキッチンにある調味料、食材、レトルト食品、冷凍食品で、まさか買ってから3ヶ月使ってない、半年使ってないっていうもの、まさかないですよね。もしある場合は、それは消費、生活に必要な出費である消費ではなく、単なる浪費になっていることを意味しています。結論ですね、調味料も食材も、いつも決まったもの、できるだけいつも決まったものにしましょう。もしイレギュラーのものが買いたくなった場合は、小さいものを買ってください。使い切りやすいですし、もし万が一手放す場合もダメージが少ないからです。まあ、そんな風にちっちゃいもので一旦試して、これをそのレパートリーのレギュラー化、いつものその レパートリーに組み込みたいと、毎月食べたいと、毎月使いたいっていうその食材だったり調味料にグレードアップした場合は、大きいものを買えばいい話です。いきなり大きいのを買うのはやめましょう。では続いて14個目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの14個目は、買って満足して積んどくで終わる本たちですね。皆さんの家には買ったまま積んどくになっている本はありませんか。結局読まれずに終わる本があるということは、まあ、それもですね、自己投資ではなく、ただの浪費になっていることを意味します。さらに本が増えれば増えるほど大きな本棚が必要になりますよね。で、当然その本棚も大きくなればなるほど、本を収納する収納が大きくなればなるほど金額が高くなるわけなので、出費が増えて、そしてご家庭によっては家賃が上がってしまいます。だけど僕自身はね、もう一冊も本は持ってないんですけども、その今の自分、今のあなた、今の皆さんに必要な本っていうのは限りがあります。ぶっちゃけそんな多くはないんですよね、繰り返し読みたい本というか。だからぜひ皆さんは本を買うときに気をつけていただきたいのは、今の皆さんに、今のあなたに必要な本だけを買う。そしていろんなね、本たくさんあると思うんですけど、今の皆さんに必要な本だけ残すように心がけていただければ、大きな本棚を買う必要もないし、大きな本棚を手放してコンパクトな本にできるから、よりなんか慎重に本を変えたりとか、より皆さんが大事にしたい本が残るし、ね、引っ越して、わざわざ引っ越して広い家に住まなくてもよくなるから、出費が減っていきます。そして資産が増えやすい家計体質になっていきます。結論、積んどくはただの無駄遣いです。そして繰り返し読まない本があるのも、支出を押し上げてしまい、資産がたまりにくい家計になりますので要注意です。一度本の片付けをしていただいて、必要のない本は手放しましょう。そして本当に大事な本だけにすれば、本棚も広い家も必要なくなると思います。続いて15個目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの15個目は、
形から入って無駄な支出になる趣味グッズたちですね。例えば調理器具やパソコン、運動グッズ、キャンプグッズ、アウトドアグッズなどですね、皆さんは心当たりないでしょうか。節約や貯蓄で大事なのは、なんならビジネス仕事においても大事なのは、大きく踏み出すことよりも小さく踏み出すことです。例えばですね、調理器具で言えば、その今皆さんのご家庭にある調理器具でその料理の習慣を身につけたら、本格的な調理グッズとかその調理器具をアップデートさせるっていうのはいいと思うんですけど、いきなりね、その本格的なキッチングッズを使っても、調理器具を使ってもね、その習慣化する前にやっちゃうと、結局ね、途中で飽きちゃったりとかする可能性もあるから無駄になるわけですよ。かつね、これも昔僕やっちゃってた時もあるんですけど、仕事を頑張りたい、副業を頑張りたいっていう理由で MacBook ですね、20-30万するやつを買って、まあ今ではいいなと思うんですけど、ちょっとギャンブルだったなと思うわけですよ。もしかしたら副業がうまくいかず、仕事もね、別にパソコンがね、必要なくなる仕事になる可能性もあったから、将来的に。そしたら20-30万のスペックなるパソコンって、ね、単なる無駄遣いだし、宝の持ち腐れになる可能性もあったから、ぜひ皆さんは気をつけてください。ある程度、副業がうまくいったりとか、そのパソコンが必要な仕事を構築するとか、スペックの高いパソコンが絶対に必要になる、それぐらい その仕事を作っていく、生み出すとか、そういう風になったら、ある程度そのスペックの高いパソコン、新品のパソコンを買う、20-30万のパソコンを買うっていうのはいいと思いますけど、よっしゃ、これから副業頑張るぞ、なんなら YouTube 頑張るぞと思って、いきなり20-30万のパソコンを買うのはおそらく良くないと思います。無駄遣い、浪費になる可能性が高いですね。あとは例えばですけど、その運動グッズとか健康グッズに関してなんですけど、まずは自宅でトレーニングするとか、ジムを契約して運動して、である程度習慣化できたら新しい運動着を買うとか、自宅にその筋トレグッズとか健康グッズを買い増やすとか、アップデートさせるっていうのはいいと思うんですけど、いきなり買うと浪費に終わります。あとそうですね、アウトドアグッズとかキャンプグッズに関しても、まずは数回レンタルで、キャンプとかアウトドアを楽しんでいただいて、これはレンタルするよりも家で保管した方がいろんなところ行けるしとか、楽しいなというのであれば、まずはレンタルを楽しんでから買うっていうのが大事ですね。いきなりね、そのキャンプグッズとかアウトドアグッズ買っちゃうと、場所も取るし邪魔だし、ね、お金もかかって多分10万すると思うんですよ。下手すると10万すると思いますので、いいやつ買うとね。そうすると結局キャンプ行きません、アウトドアも飽きてしまったってなったら、ね、何万何十万の資産が減ってるわけだから、あんまり良くないですよね。結論、何でも形から入ると必要以上にお金をかけてしまうことがあるので、買い物の時は要注意です。もうね、買ってしまったものに関しては仕方がないですが、今後の買い方に気をつけましょう。続いて16個目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの16個目は、結局なくしてしまうビニール傘、お財布、充電器、有線イヤホンですね。これ僕も昔やってしまっていて、すごく無駄遣いをしていたなというふうに思います、ね、もうなくしてしまうぐらいなら捨てましょう、手放しましょうね、って思った方もいらっしゃるかもしれませんが、ちゃんと理由を説明します。具体的にはですね、その傘がね、そのよくなくしてしまう人は何本もあるかと思います。もうこれを機に1本にしてください。なんなら折りたたみ傘1本だけご用意していただければ、他のその傘はいらないと思います。女性であれば日傘とかはもちろん必要かもしれないけど、そこまで必要ないんですよ。でむしろその傘の本数を減らすことによって管理が行き届くというか、もうなくなったら死ぬじゃないですか、大雨降られたら。だからなくさないように気をつけるんですよね、カバンに常備させたりとか。だからなくすことがなくなって、なくして買うっていうその出費がなくなります。で財布に関してもそうですね、僕もよく財布なくして、よく交番に行って紛失届みたいなよく出してたんですけど、もうなくすぐらいだったらもう財布を手放そうと、具体的にはスマホ決済とかクレジットカード決済に移行して、その財布の現物を手放してしまえば、もうなくすことはないですよね。で大体スマホってもう肌に離さず持ってるし、最悪仮にじゃあなくしかけたとしてもすぐに気づくじゃないですか、あ、スマホがないみたいになるから。だからすぐ見つかるんですよね。
っていう意味でもうなくすものは手放せるように、その例えば代用品を見つけるとか普段の行動習慣気をつけてもらえればもうなくすことがなくなって、その新たに購入するっていうその出費がなくなっていきます。で、充電器に関しても基本家でも寝てる間に充電して、もし外出先で必要なのであればもうモバイルバッテリーを1個だけもうカバンに常備させてください。そうすれば充電器がないみたいな感じで急にね、そのコンビニに行って充電器を買うとか、まあ、そういったこともなくなると思います。イヤホンに関しても以前ね、僕よくなくしてたんですけども、だいたいカバンの奥底でね放置されていたりとか、もうぐしゃぐしゃになって使う気が失せて、もう急いでイライラしてもういいやと思ってそれ捨てて別のイヤホン買うみたいなことを繰り返してたので、もうだったらですね、そのワイヤレスイヤホンを買ってしまって、で、まあ、ポケットとかカバンに常備させてしまえば、その有線イヤホンが壊れるとか断線するとか、すぐに故障する、なんか音質が悪くなるとか有線イヤホンがなくなるみたいなことはなくなると思います。やはり質のいいものを買えばより大事にしますので、なくすこともなくなると思います。結論ですね、よくなくすものは見直しが必要です。おそらく数が多くなっていて油断していることが原因でなくしていると思いますので、あえて数を一つに絞ってみてください。管理が行き届くようになるので、なくし物が格段に減るはずです。続いて17個目参ります。定期的に買わないといけない時計、手帳、カレンダー、電池が必要なものですね。これも手放すことによって貯蓄に差がついていきます。定期的に買わなければいけないものが増えれば増えるほど、当然ながら月々の出費が増えていきます。まあ、例えば、まあ、先ほどにも申し上げた腕時計とかも、まあ、数年に1回買い替えるでしょうし、お財布に関してもそうですよね。で、手帳に関しては毎年買い替えてる人が多いと思います。あとはその紙のカレンダーとかもね、毎年買い替えてる人もいるでしょうし、電池とか、あとはその電池が必要なものとか、あとコンタクト系とかもそうですよね。もちろん全部手放してくださいって言ってるわけではなくて、そのようなものの中でなくても良さそうなものもきっとあると思います。まあ、例えば僕の場合はもう腕時計を数年つけてないんですよ。 なぜなら iPad とか、あとはスマホとかで時間を確認できるからですね。もうスマホで十分だと思ってます。で、さらに手帳に関しても、あとカレンダーに関しても同じですね。まあ、手帳はスマホとか iPad のその Google カレンダーで予定を管理してますし、まあ、カレンダーもね、あの紙のカレンダーがなくても、それこそスマホとか iPad とかでね、日付出てくるし、何曜日かもわかるし、まあ、Google カレンダーのアプリ開けばね、わかるわけですよ。で、我が家では電池が必要な製品は極力持たないようにしてます。なぜかというと電池が買うのがめんどくさいし、いらなくなった電池を処分するのがめんどくさいからですね。まあ、唯一あるとすれば照明のリモコンぐらいですかね。だから本当に1年に1回買うかどうかっていうぐらいなので、まあ、支出が下がっていると思います。まあ、そういうふうに工夫していくことで年間の支出がどんどん下がっていって、資産が増えていきます。結論ですね、定期的に買わなければいけないものの見直しをしていきましょう。使用頻度が低いもの、なくても代用品があるものから手放していけば、自然と貯蓄が増えていくはずです。続いて18個目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの18個目は、買ったはいいけど、埃をかぶったままになる思い出や記念品ですね。心当たりないでしょうか。僕も昔ね、ご当地のものをよく買ってました。キーホルダーとか記念品だとかね。でも結局飾りもせずに引き出しにしまいっぱなし、無駄遣いで終わってしまいました。皆さんもね、ぜひ気をつけてください。買って満足をして、埃をかぶったままになるくらいなら、もう買わない方がいいです。買わない方が節約になります。思い出や記念品は物で残すのではなく、心の中に深く刻みましょう。せめてね、写真で満足しましょう。そして19個目参ります。貯蓄に差がつく手放すべきもの19個目は、無限に増えていく効果の出なかった美容グッズ&健康グッズですね。例えばですけど、セルフ脱毛器、美顔器、スチーマー、化粧品、スキンケアグッズ、ダイエットグッズ、あとサプリなんかですかね。僕のチャンネルの視聴者さんは30代から
50代の女性がたくさん見てくださっておりますので、きっとねぐさっと来た方もいらっしゃると思います。正直ですね、このあたりは健康グッズとか美容グッズってその買ってみないとわからないものも多いと思うので、まあ、買ってしまったものを僕自身は責めるつもりはありません。ただですね、効果の出なかったものをいつまでも残すのは大問題だと思っております。収納が圧迫されてお部屋が汚くなり、お金がどんどん出ていく家計になるからですね。結論、美容グッズや健康グッズは普段皆さんが使っているものだけにしましょう。それ以外は全部捨ててください。それでは最後20個目ですね。貯蓄に差がつく手放すべきもの、最後20個目は処分にお金がかかる大きくて重いものですね。具体的には各家電とか収納棚、コレクション、大きなぬいぐるみとか音響機器とかですかね。大きくて重いものが家にあるということは、それだけ家賃とか収納にお金がかかっていることを意味します。もし皆さんがあなた自身がお金を生み出す家計にしていきたいのであれば、処分にはお金はかかるかもしれないけども、いち早く手放すようにしてください。もちろんね、普段使っているものは手放す必要はないですけども、例えば使用頻度の少ないもの、なくても他で代用できるもの、だいぶ古いもの、機能性が落ちてきたもの、故障しているものはすぐに手放しましょう。結論、大きくて重いものを持たない生活を心がければ、暮らしも支出もミニマルになり、お金をどんどん生み出す家計になっていきます。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。本日の動画では貯蓄に差がつく手放すべきもの20選についてお話をしてきました。参考になったものをぜひ今日の今日から実践をしてみてください。最後に、今回の動画が面白かったです、ためになりました、実際にやってみたら生活費が減ったりとか資産が増えましたと実感効果を感じた方は、高評価ボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。